駒沢からお届け研究者図鑑。こんにちは。さまざまな分野の研究者を365日毎日ご紹介する研究者図鑑の時間がやってまいりました。私案内役のネピオです。本日ご紹介する研究者は、筑波学院大学情報メディア学部の山本麻子さんです。山本です。よろしくお願いします。西日がすごい始まってます。西日の関係で私は真っ白になってるそうですね、本日は駒沢にございます。じゃあカフェバーバリーキッチン、バーバリーキッチン、バーバリーキッチン、バーバリーキッチンというところで、はい、非常にこの辺り非常に人気のあるカフェというすごく人気があって、いろいろなメディアに取り上げられて、そうですね、東京を代表するカフェというふうに聞いてます、はいはい、しかもすごく犬の散歩の帰りに来られる方も多いので、はい、もう犬も OK ですし、はい、駒沢はすごい犬が多いことが有名なので、はいね、特にここはワンちゃん連れの散歩帰りの方が多いので、はいね、ご飯も美味しいですし、スタッフの方も優しいし、はい、朝から晩まで夜中の4時までやってるという、とても重宝している、はい、カフェです。すごい素敵なカフェです、ね。先ほどもちょっとお昼ご飯もいただいたんですが、はい、非常にリーズナブルでかつ美味しい、そうなんです、ね、ボリュームもいっぱいで、はい、店員さんも本当に親切にしておりまして、ということで東京いらした際はね、はい、一度お越しくださいということで、ちょっとお店の宣伝もさせていただきながら、はい、本日そのお店の方のご協力をいただきまして、こちらで収録をさせていただきます、はい、本日山本さんにお聞きする内容なんですが、こちらの3つのキーワードですね、ちょっと西日のせいで見えにくいですね、これ、はい、これ難しいですね。情報なんか微妙にこの筋で見えます、ね、はい、この1つ目が統合的に捉える生活文化ということでですね、こちらどのような内容なんでしょうか、はい、生活文化史ですね、はい、これは今までこうデザイン誌だとか服飾誌とかこうそれぞれこう個別に考えられて、はい、あと建築の歴史も個別にこう考えられていましたけれども、そうではなくて そこに人が住んでいるわけですから、服も関係すれば、はい、住んでいる建築も関係あり、はい、それに伴って室内装飾が変化したり、はい、そのさまざまな時代の背景、時代背景、文化背景によっていろんなものがこう変わっていくので、はい、いろんな領域を混ぜ合わせながらいろんな視点から歴史を見ていくという学問です、はいはい、それはこの生活文化史という、はい、生活文化史です、はい、この統合的に捉えるというのが非常にポイントになっています。そうですね、はい、どうしてもその服飾史でしたら服の歴史、服の発展の流れについて、あとはデザインだったらデザインのムーブメントについて、はい、個別に考えられてきて、だんだん今それがこう混ざりつつありますけれども、でもやはりそこにもっと室内の装飾品、インテリアの関係、椅子、家具の形もそうですし、それはどうやって変わっていくかといえば、当時の文化の内容ですね、ロココ時代のロココ時代特有の文化があって、はい、大きな宮殿から小さな小部屋に移っていって、はい、そこでできてきた家具も変わって、はい、服も変わって考え方も変わってというようにトータルにいろんな物事が動いていくわけですから、はい、個別にその年表の流れのように見ていくのではなくて、その時代の人が何を考えてどのようにそれが変化していくのかって捉えると、今まで歴史デザイン史とか、美術史とかで捉えきれなかったものが、はい、こう隙間のような見落とした部分がまた浮き上がって見てくるという、はい、そういう結構の内容だと思ってやっています。なるほど、はい、では普段の研究のない方法といいますか、はい、普段というのはどのような形で。そうです、私はイギリスの19世紀を一応専門の分野としているんですけれども、はい、当時の人に読まれていた雑誌だとか、はい、当時の文献などを調べてきた、はい、それをまあ訳しながら、はい、もうどの時代でもそうですけど、その当時書かれていることを当たり前だと思って書かれていることが、はい、今になってみればすごく特殊だったりとか、はい、でそういうのが分かるわけで、そういう本当に些細な記述から、うん、その文化でその時起きてきた現象をこう映し出してきて、はい、特に私はデザインが一応専門、デザイン史が専門なんですけれども、はい、その中でも服飾に少し傾いていて、その中でもまた手芸というか、少しこうハンドクラフト的なものですね、はい、あとは布地に関係するもの、はい、少し見ながらそういう方面の研究をしています、はい、その19世紀のこのイギリスというのはそういったところが特徴的ですか。そうですね、
それまでヨーロッパでは18世紀頃までは刺繍などが非常に高い技術を保っていまして、はい、で特に王侯貴族がそれを趣味としてたしなんだり、はい、とても高い技術があって職人のギルド、はい、組合が作られているほどだったんですが、19世紀のイギリスの産業革命を機に大量生産で、はい、いろんなものが作られるようになって、はい、中流階級が台頭してきたことで王侯貴族の趣味を一般の人ができるようになっていきます、はい、そうすると、はい、あと産業革命で今まで高価だった糸がすごく安くなったりあと布地がたくさん作れるようになって、はい、そういう安く簡単に作れるキットですね、手作りキットがいっぱい出されます、はい、それで一般の人がたくさん作れるようになったことで逆に、まあ、非常に流行るんですが、はい、逆に質が非常に落ちてしまうんですね。そうなんですね、はい、でそれを嘆いた芸術家たちが19世紀半ばぐらいから有名な人とウィリアム・モリスという人がいますけれども、はい、彼らの他の芸術家が集まって落ちてしまった手芸品、手工芸品ですね、はい、クラフトとかも合わせて芸術的な分野でして地位を高めようとする運動が19世紀半ば頃からありまして、はい、それがイギリスの19世紀では一つの特徴だと思います、はいはい、なるほど。そういったところも文献は当時のところから紐解いてます、はい、そうです。モリス自体はもうデザインの研究では大変な大物、人気のある大物ですので、はいはい、研究はたくさんされているんですが、彼がやった仕事の中では絨毯とか、はい、壁紙とか建築にしても文字の本についても大変有名で、はいはい、いろんな研究がされていますが、その中でもなんとなく刺繍というものはモリスが一時期非常に打ち込んでやったにもかかわらず、なんとなくこう趣味っぽい内容だということで、なんとなくそれが落とされてしまうんですけども、でもそれを地道にやり続けたのは、その同じ運動の中にいた芸術家の奥さんたちが、旦那さんも実際の手仕事は奥さんがやることが多くて、芸術家の奥さんたちがそういう刺繍を学んで自分たちで広めようとしてものを作って、はい、一般の主婦に教えてあげよう、啓蒙してあげようということで指南書がいっぱい出される仕組みですね、はい、でそういう本が今も残っていますので、はい、そういった文献を訳しながら当時どういったものが逆にどういったものを芸術家たちは問題だと思っていて、はい、何が悪いと思っていて、はい、どうしたいのかというその転換をしていく様子ですね、そこに興味があって芸術刺繍というものが新しく作られているんですね、はい、でその過程を調べてみました、はい、なるほど、はい、それがこの統合的に捉える生活文化史のまさにその具体的に今探求されてされている内容ということです、ね、はい、今一回やってるものです、はい、非常に面白そうです、ね、ありがとうございます、はい、今度2つ目のキーワードに行ってみたいんですが、じゃあですね、ファッション誌は研究のネタの宝庫ということでですね、このファッション誌にすごくネタが宝庫で、はい、ファッション誌の研究もされているということです、はい、大学時代から、はい、まあ、私自身が大変女性ファッション誌というのが好きでして、はい、たくさん自分でも読むんですけれども、大学時代からそこの中身に興味がありまして、いろんな雑誌、いわゆる今ここ持ってます、はい、キャンキャンのような雑誌ですね、こういうものに代表される赤文字雑誌というんですが、都市部の女子大生を対象にした、裕福な女子大生とか、はい、若手の OL を対象にした雑誌なんですが、はい、ここの背文字が赤いことをですね、はい、で赤文字雑誌と、そうなんです、はい、で業界でも赤文字系という名前があるぐらい一つのカテゴリーになってるんですが、はい、それは日本ではすごくたくさんあるんですけど、はい、いろんな JJ、キャンキャン、ビビー、レイから様々ありますが、はい、外国では特にこういうタイプの総合ファッション誌というのは実は少なくて、はい、もっとハイセンスに傾いてたり、もっと趣味に偏ってたりするものなんですね、はい、ですがこういう日本の特有の雑誌は、はい、それぞれに雑誌ごとにカラーがあって、はい、JJ 風の女の子がいたり、キャンキャン風の女の子がいたり、はい、でそういうなんとか風ってカテゴリーがすごいしっかり作り込まれているユニークな媒体だと思うんです。でそこにとても惹かれまして、はい、それについてをずっとこういろんな側面から切り込んで研究しています。なるほど、はい、例えばどういったところを注目されたんですか。そうですね、一つは雑誌が有名なものでこういう女性ファッション誌の草分けだと、はい、JJ という雑誌が
これですね、はい、JJ は1970年代に出されたファッション誌の一番最初 の、 あの女性ファッション誌では一番大事なものなんですけれども、これが年々上がって、年齢層が、読者層が上がっていくことによって、はい、JJ から次がクラッシーという雑誌になり、はい、クラッシーからベリー、ベリーからストーリー、今40代まで読者が動いていて、はい、そのちゃんと自分のお客さんが逃げないように雑誌の中で囲い込みがされていて、はい、まあ、クラスマガジンとも言われるんですが、はい、なんとなくその似たような語り口、はい、似たようなモデルさんを使いながら同じような紙面作りをして、一度掴んだ読者がそのまま年代順に上がっていけるような作りになっています。そういうことがとても一つユニークですね。 そうですね、はい、あとはまた違うところでは、雑誌の、編集デザインについてですね、はい、こう見ますとキャンキャンが今とても人気があって、はい、部数では一番伸びてる雑誌なんですけど、はい、ちょっと小さいんですが、お分かりになるでしょうか、はい、大変図版が多くて、ちょっと白いかな、見にくいんですけど、白いんですが、はい、ちょっとこうキャンキャン JJ を読みの方は分かると思うんですが、一、はい、つの画面に対しての図版数が大変多くて、はい、グラフィックデザインの立場からすれば読みにくい、はい、ごちゃごちゃしている、はい、色も単調でケバケバしいという、はい、悪いこといっぱい多いんですけれども、はい、しかしこれを読者は非常に好んで、はい、ごちゃごちゃ感が高まれば高まれるほど、あの部数が伸びていくような傾向があるんですね。 はい、でそれはどういう風になってるのかなと思って、はい、まあ、例えば図版の数を数えてみて、はい、見開き1枚につき60個ぐらいの図版が並んでいたり、はい、文字のポイントが7ポイントとか8ポイントとか、はい、大変細かな文字で書かれていたり、遠近感が無視されていたりしても、はい、それはあのかえって雑誌の情報量を増やすという意味では、はい、とても有効な手段と考えられていて、はい、あのそういう、まあ、読者の方はデザイン的に見ればちょっと不思議なものなんですが、はい、あのそれがすごく受けている。雑誌一つにしても、はい、女性像の変化だとか言葉遣い、編集デザインについていろんな意味でこの、あのファッション誌というのはどこを掘っても面白いもので、はいはい、なるほど。まだ雑誌ごとの違いとかも、雑誌ごとの違いもありますね。やっぱりそれはあのいろいろと JJ キャンキャンなどは見分けがつきにくい雑誌なんですが、はい、反対に、まあ、私もちょっと前は苦手だったんですけれども、はい、こう頑張って読み続けることで、はい、その読者の気分になって、なるほど、集中的に読み続けることで細かな差異が分かるようになって、はい、そうすることでなぜ今はじゃあ JJ でもキャンキャンでも売れてるんだろうかってことが分かったり、はい、なんで今この時代の流れでこれが受けてるんだろうかってことが分かったり、はい、それをこうこれからずっとこう定点観測のように、もう毎年毎年同じように読み続けることで、はい、振り返った時にその時代の雰囲気とか流れがこう一つ雑誌を通して、はい、あの作れるんではないかな。なるほど、はい、まあ、ある意味ファッション誌を通したある意味生活文化の流れを、まあ、文化誌というよりは現在進行形で辿っていくようなところにつながるんですね。はい、ですからなんか読んでる時に自分は研究者の視点も持ってますし、はい、読者の一読者としての視点も持っていますし、両方を見ながらその今起きていること、本当にこのメディアはユニークな、はい、でとても影響力の強いものなので、それをあの媒体にして、はい、これも研究をしていきたいと思います。まあ、あのこれをご覧の方も女性の方でしたら必ず一度は読んだことのある雑誌だと思うので、はい、ぜひまたそれを見るときもちょっといろいろちょっと注目して、ね、普段と違った見方をしてみるとまた面白いかもしれない、はい、面白いと思います、はい、では今度3つ目のキーワードなんですが、はい、ですね、要塞の冒険ロマン的楽しさということなんですが、はい、こちらはどういった意味なんでしょうか。はい、あの私は趣味で要塞がとても好きでして、はい、まあ、手芸もやるんですが、はい、物を作るのが好きなんですけども、はい、小学校ぐらいから手芸が好きで、中学から急に目覚めまして、そうなんです、はい、家庭科の授業で目覚めて、はい、それから取りつかれたように独学で洋裁を勉強しまして、はいはい、であの本業の方から比べればまだまだなんですけれども、布を縫ってしてると時間を忘れて、寝るのも忘れて、はい、食べるのも忘れるぐらい縫い続けるところがあります、はい、それは相当ですね、はい、それはその自分の研究にももちろんつながることではあるんですが、はい、そのあの布地の美しさもありますし、刺繍糸一本についてももう10分ぐらい見入れるぐらい美しいものがあって、はい、用品もいっぱいいろんな美しい素晴らしいものがあって、妖
動作一つ一つも、はい、こう今何気なくこう着てらっしゃるこういうシャツの襟の作りとかも、伊勢込みとか、真っ白に見えてますが、今はい、一応赤としてます、はい、男性のテーラーについてとか、私たちが普段着ている服も片目には見えなくても大変細かな構造で、はい、いろんな超絶技巧のようなものが行われて、なんか昔から不思議で、はい、それを一つ一つこう解明していって、どう作ってるんだろうってこう分解したり、はい、再現したりするのにこう興奮興奮ですか、マニアックに興奮して、はい、でそれはもうあの時間があるときにはミシンにかひたすらと、なるほど。でも何か、まあ、ちょっといいフックとかを見ると、うわこれすごい、この仕組みはすごいっていうので、はい、それで、ね、今度家に帰ってちょっとこうやってみるみたいな。やってみます。あの、はい、高い服ですね、はい、いわゆるハイブランドの洋服を試着室で着せてもらって、はいはい、買うそぶりをしながら、はい、脱いでこう、はい、手回したり裾見たり、はい、こう 下手を見たりして、はい、それであの何気なくそれで帰ってきたりするんですが、はい、それを使いながらうちでまた再現したりして、はい、まあ、ある意味この冒険ロマン的というのは、その仕組みを見る楽し、はい、冒険ロマンというのと、ね、あとはそういう試着してみる冒険ロマン、冒険両方ありますね。そうですね、はい、なるほど、はい、いやなかなかこういう要塞というのは、まあ、ただのこう女の子の趣味というよりは、何かもうそういう何かしらの欲求を満たしているような、ね、そうですね。多分男性が小さな頃にラジオを壊してみたかったりとか、はい、カメラの仕組みを知りたかったに近いんだと思うんですが、はいはい、このポケットのここの口はどのようにできてるんだろうなるほど。展覧会の服の展覧会に行って、はい、スカートがこうなってると、はい、どうなってるんだろうと思って、はい、一人でこうひざまずいてスカートの人が覗いたり しながら裾の仕組みを知ったりして、はい、本当にこうで作ってそれを着るとか使うことはないんですが、はい、ひたすら部品を作っていったり、ひたすらその布地を試していたり、新しい用具を買ったためにそれを作ってみたり、はい、そういうことをあの趣味にしてなるほど、はい、まあ、あれは本当に趣味と、まあ、仕事とか、はい、まあ、かなり密接にリンクしているという、そうですね、はい、それは私はとても幸せだと思います。そうですね、はい、なるほど、はい、いやそれは非常に面白い話を聞かせていただきます。あのまだまだいろいろとお聞きしていきたいんですが、ちょっとお時間もやってまいりましたので、はい、本日はこの辺りさせていただきます、はい、そして本日はあのこのカフェのところからお届けをさせていただきました、はい、こちらの3つのキーワードでお話をいただきました、はい、うん、まあ、この、まあ、そのデザインとかファッションとかを一つ一つ単独で捉えるのではなくて、統合的に捉えることで、まあ、生活文化史とか捉えることで、まあ、その時代とかいろんなことをまあ見ていこうと、はい、そしてまあさらにそのファッション史というものを捉えることで、また現在の中でも、はい、そしてまあ、あと趣味としてこの要塞が、はい、本当にあのもうかなり冒険ロマン的な楽しさということでですね、はい、あの趣味と仕事というのは非常に密接に絡んでおられるということでですね、非常にあの幅広く面白いお話をさせていただいています。私もちょっと男性なのでなかなかこうそういう要塞とかっていう縁がないんですが、ちょっと今後ちょっと注目をさせていただきます。ぜひ、はい、あの 服を買うときにそういうことを注目して、そうですね、ちょっと注目して、スタッフも注目して、はい、はい、それではあの本日の研究者図鑑ここまでさせていただきます、はい、どうも本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。もう真っ白ですね。真っ白ですね。